はいどうも、レギです。おはようございます。今、フレゾノにいるんですけども、今日は今から、3日間のトリップとなります。ほんでトリップなんですけども、自分はわざわざこのトリップを、オープンタイムで撮って、昨日、サンフランからフレゾノまで通勤をしてきました。今日はのトリップの内容としてですね、今からフレゾノからソルクエイチシティまで行って、そこからソルクエイチシティからアイダホフォールのところにデッドヘッド行きます。で、その日は、今日はそれで一泊します。で、まぁ、今回はですね、また久しぶりの CRJ700 なんですよね。CRJ700 でかつ初めてのデルタコネクションで飛びます。久しぶりの700でかつデルタ行っていきたいと思います。よっ！飛行機に乗っていきたいと思います。 CRJ700 はですね、フライトで2人いるんですよね。 CRJ200 の場合は1人なんですけども、今日は2人います。でキャプテンもベテランの人ですね。全てうまくいきました。今からですね、同じ飛行機にそのままデッドヘッドでアイダホフォールに行きたいと思います。キャプテンのランニングもめちゃくちゃスムーズでした。あと詳しい話はまた後でしたいと思うので、ではアイダホフォールに行きたいと思います。ただいま、アイダホフォールについて、ホテルにチェックインしたところですね。まあ、デッドヘッド、普通にもう爆睡してました。まあ、今日フライトは、まあ、700、久しぶりだったんですけども、自分はパイロットモニタリングで、まあ、特に、問題もなく、キャプテンも、数年ぶりに、700飛ぶって言ってたんで、だからランディングがめちゃくちゃスムーズでしたね。はい。まあ、普段はですね、まあ、大体、時間がある時はどっか行くんですけども、時間がない時は、明日のフライトの準備ですね、軽くチェックして、いろいろ確認するものがあるんですけども、それを確認してですね、そうですね、あとはアイロンとかですね、明日の着るシャツですね、パイロットシャツのアイロンをしまして、そうですね、あとは適当に YouTube とか見たり、YouTube の編集をしたりしていますね。で、今日はまあ、今から、ちょっと着替えて、ジムに行きたいと思います。行きましょう。おう！今帰ってきました。筋トレプロテインもうなくなってたんで、家でもプロテインなくなりかけなので、後でターゲとかどこか近くにあったと思うんで、そこに買いに行きたいと思います。ですね、今から昼ご飯を食べたいと思います。基本的にあんまり外食はできる限り下げてますね。じゃないともう外食ばっかりになってしまうの ですね、トリップ始まる前にですね、ニジアっていう、まあ、三ツ矢的な、三ツ矢ほどでかくはないんですけども、三ツ矢っていうのはもう日本のものが全て売ってるところなんですけども、いろいろ買えるんですよね。日本のなんですか、もう食べ物から炊飯器とか、まあ、いろんなもの買えるんですけども、まあ、そういう似たようなところで時間がない時はですね、まあ、こんな風にして弁当を、まあ、今回丼系なんですけど、照り焼き丼と、麻婆豆腐丼と煮物系ですね。まあ、これも安くはないんですけど、まだでも、はい、許される範囲かなっていう、時間がない時はこう持っていきます。電子レンジで温めまして、これがですね、煮物です。で、丼、もう匂いがうまそう。食べたいと思います。こんにゃく、うん、椎茸巻いてますね。うまっ。うん、マジ日本。
エリアに住んでるんですけども、まあデメリットはめちゃくちゃ物が高いんですけど、あと家賃がものすごく高いです。だからやっぱこの日本食はもう必ず食べれるんで、まあ、そこはやっぱいいところですかね。高いんですけどね、居酒屋もあるんですけどもめちゃくちゃ高いです。でもやっぱりたまに行きたくなっちゃうんですよね。あと寿司とか喋ってないで食べましょう。うん、うまい、合格。いや、うまい、うまい。結構コメント欄とかでですね、フライト前のルーティンみたいなの見たいっていう方がいっぱいいただいてるんですけども、作るんでちょっとだけお待ちください。ちょっとやっぱ撮るってなると、そうですね、時間とかが結構、基本的に YouTube を撮るときはめちゃくちゃ余裕があるときにしか撮らないので、ちゃんと撮れないし、フライトの方にも影響が出ないようにしたいので、そうですね、長いレイオーバーとかがある日にルーティン系の動画を撮ろうかなと思います。残り食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。今気温8度です。ちょっと風が吹いてて肌寒いですね。結構薄着でもうちょっと持ってくるべきでしたね。で、今から持ってくるの忘れたプロテインとアップルウォッチの充電器が壊れたので、ベストバイがホテルの近くにあったので買うものだけ買ってホテルに帰りたいと思います。にあるはず、ありました、これです。これを買いたいと思います。新しいやつらしいですけど、もうここのタッチバーがなくなっている。ああ、ね、これに戻ったんだ。やっぱりアイダフホールですね、ソルクエクシティから約1時間ぐらい北にあるんですけども、やっぱり北に行けば行くほど白人の人が多くなってきますね。で、今はまあ昼の3時頃なんですけども、全然治安は悪いようには感じないですね。で、やっぱりちょっと風で聞こえづらいかもしれませんが、やっぱ車社会ですね。歩いてる人は少ないです。はい、今帰ってきました。よっしゃよっしゃよっしゃ。お目当ての純正ケーブルを買いました。プロテイン、まあ、いつもこのメーカー飲んでるんですけど、ゴールドスタンダードの初めてのストロベリークリーム味を、うまいですかね。はい、ちょっと後で飲もうと思うんで、なんで今からアイロンをしていきます。アイロンしていきまーす。こんな形になって、おそらく世界一需要のない、はぁ、え、黙れよ。どうやらここまでが限界ですね。これ以上伸ばしちゃうと、アメリカはこういう感じなので仕方ないですね。 YouTube 見ながら、まあ、アイロンをして、まあ、アニメを見たりと。 YouTuber は何を見てるかというと、まあ、いろんなものを見てますね、まあ、第2グループっていうYouTuber を見たり、基本的にもういろんなジャンルの YouTube を見ております。どこいな OK Ready Go。もし、そうっすね、まあ、くっそやりづらい。おーし、パイシャツはですね、アメリカのパイプの方がよく着ているカットアバーブを使わさせていただきます。新しいやつが出たんですけども、なんか生地が今までのと変わって、もっとチャッチくなったっていう風に言われている方がいっぱいいらっしゃいまして、シャツは欲しいんですけども、まあそう言ってるんで買うのはちょっと迷ってますね。まあ、日本のパイシャツに比べたら全然安いんですけど、まあ、生地もしっかりしてますね。で、まあ、2種類あるんですけど、生地がこのアイロンしないといけない生地としなくてもいい生地があって、まあ、自分は一応両方持ってますね。どっちがいいかっていうのはなんか気分ですね。どっちも、日本でパイシャツ支給なんですかね。でも支給ですよね。自分の会社は、まあ、支給っていうよりかは、で、会社が、なんていうんですかね、進めてるシャツはあるんですけど、アウトフィッターズのシャツがあるんですけども、っていう会社のシャツがあるんですけども、やっぱり個人的にはこっちのシャツの方が好きなので、こっちのシャツを着てますね。その会社のやつは、自分で自腹ですね。で、なんか1年間に何本か、そういう新しい制服とかズボンを買うため用のものは出るみたいです。めちゃくちゃアイロンしづらいですけども、頑張って残りやっていきたいと思います。では検証をつけていきたいと思います。一応ですね、検証は細い方が首側になるようにつけます。たまに逆につけてる人がいる
るんですけども、なので細い方、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、微妙に細さが違うんですね。こっち側が太くてこっち側が細いんで、この細い方を首の方に向けて、はい、ネームタグをつけます。ネームタグはがっつりピンなんで、ワイシャツに穴が開きます。ワイシャツ買うときにこのバッジ用の、まあ、お金がかかるんですけども、いろいろとかなと思います。まあこんな感じです。で、まあ、これにネクタイと会社のバッジをかけて、いつもかけております。いつもこんな感じしないのもやって、で今もうとりあえず全部終わったので、することは、はい、プロテインは後で夜飲むんで、ただ今から YouTube の編集をしていきたいと思います。はい、編集の後も寝てしまいまして、締めを取り忘れてしまいました。でまた明日はですね、まあ、スムーズなフライトであればいいんですけども、たまにこうスムーズにいかないフライトがあるんですよね。またそれが明日に起きます。まあ、気になる方は高評価、チャンネル登録、通知ベルも押していただけると助かります。では次の動画で会いましょう。 See you.